ゴキブリ見た。ゴキブリ。どこ？本物？やりくん TV ファミリービラグ。どこ？どこ？あっちどこだ？あっちって。いないじゃん。もっといた。え、どこよ？ママいる。本物がいる。あ、しゅ音立てんの。ここちょっとどうやって倒す。それで倒せんの。逃げたじゃん。何してんのママ全然当たってなかったよ。おー、痛い。いた？あー、痛い。あー、なんか苦しんでる。あ、それすごいね。めっちゃ動くやん。あ、いいよ、その影置いといて。その下にピシュピシュって。いる、そこに。すごいね、これ何？シミュリー。シミにやるやつだよ。毒なの？洗剤。へえ。どっから入ってきた？わかんない。初めて見た。おお。え、どうすんの？え、そいつでその洗剤で倒せんの？こいつ。わかんない。ゴキブリ用の洗剤ないんだよね。え、じゃあもうティッシュでさ、ティッシュでもやっちゃおうよ。ね。いい、ティッシュ持ってきて。本物がいた、本物。早く。でかいよ。こっち来たら俺踏もうか、踏んづけようか。で今ね、洗剤付けしてる。へえ。目の前にいんの？洗剤の中でもがいてる。へえ、すごいね。洗剤の中でもがいてるって見る？ゴキ見る？ここ洗剤あるから気をつけてね、踏まないように。そんな中いい、入って、ママ。いいよ、はい、C、いい。ほら、一応見とけ、この点滴を。うん。いた？怖い。すごいね、だけど洗剤あれしたらあれなんだね。もうなんか倒せんだね。しぶといね。すごいわ。まだ動いてる。もうそろそろ掴んでトイレに流したらいいんじゃない。トイレに流すの？うん、俺いつもトイレに流すけど。ダメなの、トイレに流したら。え、だってトイレのとこから上がってきていけんじゃん。いや、上がってこないでしょ、さすがに。やだ、そっか。何それ？保育園もらった。何これ？保育園で作ったの？作った。
すごいね、なんか。なんかフリスビーなの。ああ、こう投げるやつ。いくよ、シーシー。ふい。は？俺に投げんな。俺に投げんな。まあ、いいよ、いいよ。広いとこに投げて。パパに投げてみて。いいよ。パパに投げて。ういー、すごいじゃん。いくよ。せーの、ほい。あー、惜しいねそうそう、昨日のゴキブリなんだけど、どっから入ってきたんだろうね。昨日一応点検したのよ、家の中。うん。あの水道の、あの隙間があるかなとか、うん、なんかそういうのいろいろ見たんだけど、ないなと思って。うん。外だし、うん、で何か、うん、昨日なんか変わったことあったかな、まあ、ドア開けっぱなしにもしてないしなと思って、うん、で見たのよ。でそしたら、あ、そういえば昨日エレベーターの点検してたわと思って。おでエレベーターの点検で下から上がってきたってこと。止まってる時間があったから、エレベーターこうなんか開けて見てたりとかしたら、もしかしたらそこから出てきたのか、湧いてきたってことね。そう、あの入ってきたのかなと思って、うん、でもドア開けてる時間そんなに長くなかったよなって思いながら、うん、こうやって見たらドアのさ下ってさ、うち隙間が開いてんのよ。うん、開いてんね。ちょびっと、うん、で。あ、もしかしてあのサイズだったらここの隙間から入ってこれんじゃないかなと思って。なるほどね。でもしかしたらその昨日はエレベーターの点検してたから、それでその隙間からヒューって入ってきていたのかなっていうのが感じね。うん、一個にあるかな、うん、あとは、うん、もしかしたらエアコンとかから入ってきて知らぬ間に移動したっていう可能性もあるけど、うん、だけど初めてだね、引っ越してきてね、新居に引っ越してきて初めて見たね、うん、やつを驚いたね、うんうん、びっくりした。まださ茶色いっていうかさ若いっていうかさ、うん、感じのだったからさ、うん、何？シーシー保育園どうだった？楽しかった？楽しかった。何？楽しかった。イレイレボ先生と遊んだ。そっか。先生いろんな。先生がいろんな？先生いろんなの作ってくれた。ああ、いろんなの作ってくれたの？作ってくれたの。ここ直ってきたね。うん。だいぶ。よかったね。今日あれでしょ？詐欺じゃねえや。なんか鳥見たんでしょ？ね。キジだっけ？キジか。なんか七本足の外にいるった。お外にいるやつ？うん、ここが赤いやつでしょ？うん。うん、赤かったんだよね。へえ、なんか今日何保育園で社会科見学みたいな。いや土手に行ったんだって。へえ。でなんか虫取りとかしたみたいな。へえ。アリがいたんだっけ。捕まえたアリ？うん、本当？シシの手の上ピピピピって来たアリ。来てないの？ゴキブリがピピピピピって来るじゃないシシ。バカ。泣いちゃったんでしょ、お散歩で。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々を誰よりも大切に。ちょっと泣いちゃった。シシシシ、ゴキブリがブブブブブーって来るんじゃない？